目玉焼きやろ、oh, yeah. 今オイルをスプレッドしてる。片手でやってみたい。 You think that will work?、うん、失敗してもいいからやってごらん。お、うまいじゃん。やばい。目玉焼きもちょっとできない説じゃないこれ。嫁に行けない説じゃないこれ。最近ちょっと女子力を高めるっていう目標がありまして、最近ちょっとクッキングを頑張っております。今日の OOTD ってみんな知ってますか？ Outfit of the Day ってやったんですけど、一番最初このナイキのソックス、このナイキソックスはなんかブレイザーズで履くと、この上のところだけちょっと見て、このナイキロゴが見えるからすごいいいんですけど、後ろに穴っていうね。こだわりは靴下は長さだそうです皆さん。そうですそうです。そしてこのショーツ、ホリスターからゲットしたんだけど、すごい結構タイト、うん、この little crop top、うん、白の Tillys、うん、でこのジャケットは H&M で、こうやってもしやりたかったら You can go off the shoulder You know? Yeah で、このネックレスは Every Jewels、 これ Every Jewels、 これ Every Jewels で、これも Every Jewels。 あ、やばい、焦げる。あ、で、焦げちゃった。じゃあ止めよう、もう。はい、半熟が好きです、マミー。はい、MEI TV のエミです。 So 今日の動画はですね、エミリアちょっともうそろそろ卒業してしまうんですね。中学校を8年生なので、本当にあと2週間ぐらいでもうグラデュエーションプロモーションっていうわけで、ドレスが必要じゃないですか。 So 今日はモールに行ってエミリのドレスを選びたいと思います。イエーイ。ちょっと奥さん、エミリちゃんが中学校卒業ですって。どんなドレスが欲しいんだっけ、エミリー？うーん、なんかシルクのドレスで、cinched in the back。そこがポイントなんでしょう。ウエストが cinched、yeah。でもさ、ちょっとさ、一つ言ってもいい？うん、エミリーちゃんさ、ちょっとお尻の方が、うんうんうん、人一倍ちょっと大きいじゃん。It's voluminous。ジムに行っててですね、うん、グラデーション用の体を作ってるってわけですよ。お尻はバウンかもしれないけど、ウエストちょっとスモールになってる。あと足も頑張るよね。そういうところはまあ本当すごい努力家だと思う。どんなに宿題があっても、どんなに疲れてても絶対ワークアウトしに行ってるよね、うん、それは何？ボンキッボンを手に入れるために頑張ってるってこと？頑張ってる。そう、努力家だよね。すごいそう思うわ、マミ。じゃあ、いけるかしら？ドンキュットンで、チンチドレスも、テッテッテッテレレレッテのドレスでもいけるかしら？じゃあ、早く食べてモール行こう。ん？今、ついてさ、一発目なんだけどさ、ここのお店マミ見たいんだけど。あ、アントロポロジーね。ここね、結構流行ってる。うん、誰よりも早くマミが見るっていう。Let's go。 お店に Let's go。 ザン、すごくないですかこれ。アリちゃん、このスタンレー、さらにアリちゃんのよりももっと大きいやつ、顔以上です。64あのアウンス、64です皆さん。アリちゃんはね、新しいジーパンが欲しいんだって。あ、いいじゃんいいじゃん、かわいい。ザン、アリサ選手履いてみました。お、こじり族はさ、何着ても似合うよね。丈いいんじゃないですか。
エミリーさんが一押しのブランドがありまして、じゃん、皆さんこれだそうですよ。流行ってんだって今アメリカで。これ同じブランドのハイライトなんだけど、エミリーさんがこれこの間買ってめちゃくちゃおすすめだそうですよ皆さん。あいちゃんもともとクリップリンでさ、まつげ多いか羨ましいな。なんていうブランドですかこれは。Glossier? あ、これね、あのギャルがみんなこぞって買ってるやつね。あ、ここか。これ、Glossier だって。結局これを買う風になりました。イエーイ。リップ買うそうです。早速アリちゃんさっき買ったリップグロス開けました。あ、かわいい。ほんのりだね。ほんのりつくんだね、色が。ここ。サンディエゴってお店だって。あ、これかわいいな、茶色。濃いさ、こういう濃いめのジーパンに合わせたらさ、かわいくないこれ、yes. 前。ママらしいね、すごい。ママ似合う。ああ、似合うと思う。はい、ママさん。このビーチってやつをお買い上げすることになりました。お気持ちはどうでしょうか。あのちょっと緊張してる。なんで暖かいから。空洞にするから。 It's okay. Sometimes you just gotta splurge. マミーの今日のランチはこちらです。サーモンのポケ。エミリはここで六本木を食べております。エミリはいつもさ、フードコート行くっていつも六本木を食べてます。コリアン本当好きだよね、エミリさん。めちゃくちゃ美味しそう。はい、これアリちゃんのパスタです。なんか手作りのフィットチーネだったよ、お店で作ってる。Pretty good. アリちゃんのね、注文間違っちゃったらさ、お店の人がさ、この間違ったやつもう一個、このボロネーゼパスタっていうのもくれたの、食べてみる？アリちゃんってさ、いろいろついてるよね、人生。うー、おいしそう。パスタがそんなに柔らかくなさすぎて、いただきます。硬い感じ でもちょっとチューイみたいな。味は満点。It's so good. Salty じゃなくて、薄味でも美味しい。It's perfect. あと熱々。100点。食レポアナウンサー来たよ。このまま買ったやつじゃないから。あ、そうだね。それともっとフェイクな声のやつだった。それクリスマスにダディからもらったやつだね。そうだったでしょ。うん、これがさ、可愛いんだよな、このイニシャルのやつ。イーフ。そう、これさ、いつかみんなで、あの、E とさ、A とさ、J とさ、G、タオも P も買ってあげる。エミリちゃん発見しました。これがすごい欲しいんですか。ちょっとそれぞれ欲しいやつつけてみました。アリちゃん見せて。あ、アリちゃんはエメラルド5月だからね。エミリーは9月だからサファイア色。へ、じゃあこういうの買ってくれる彼氏を見つけたらいいんじゃない。もう買えよ買えよ、1個でも2個でも買えよっていう。お母様にもどうぞぐらいの。リサ、わかりますか。これジェムがあるのね、こうやってさ、いろんなジェムがあるんだけど。 It's a bag.一つペンダントを買えば、このジェムをね、いろんなのに交換できるっていう。アリちゃん、これはさ、女子のワクワク感止まんないよ、この店。ダディ合流です。はい、パオ。さあ、エミリーちゃん、いよいよドレスを売ってるんじゃないかと思われるお店に来ました。黄色も可愛いね。うん。ああ、それね。ああ、本当だ。いいんじゃないですか。でもエミリーはね、タイトの真珠が欲しいんだ。タイトな。
可愛いワンピース今見つけたんで、これ試着してみることにします。じゃん。そんなにさ、あのボディコンシャスっぽくすごくなくて、あ、可愛いと思う。マミ、あそこを、じゃあそこつまむ、直直しする。もっとすごいボディコンが良かったってこと。あるかな、ドレス。大人っぽいね。じゃん。本日の目玉商品一番。色ね、ネイビーなんですよ、これ。黒じゃないの。エミリーが欲しい、こういうのがいいなって思ってたやつに一番近いと思うんだけど。近い、一番。どうしますか、エミリーさん。ファイナルアンサーじゃないもん。すごい好き。うん、あの、そうだよね、もともとそういうの欲しいって言ってたのもんね。この生地がさ、ちょっとサテンっぽくてね、ちょっとほらパーティーっぽいんだよね、フォーマルっぽいの。うん、98ドルです。まあエミリーちゃん頑張ったからな、ほんと中学校。改めて皆さんいかがでしょうか。エミリちゃんが自分で選んだ中学校卒業の卒業式のセレモニーのプロモーションと言いますけど、ドレス、うん、いいと思う。あのすごい似合ってると思う。うん、後ろ向いて、ママが一番気に入るところ。うん、いいと思う。また卒業式の様子も動画であげるので楽しみにしていてください。みんな見てね。最後まで見てくれてありがとう。次の動画見てね。バイバイ。Thank you. Thank you.